川の向こう岸にいる彦星と恋に落ち結婚しました。しかし結婚して気が立つと二人は怠け働かなくなってしまいました。そんな二人を見て天の神様を怒り、二人を天の川の両岸に離れ離れにさせてしまいました。悲しみ織り姫を見て天の神様は年に一度だけ会うことを許しました。それからというもの、織姫と彦星は心を入れ替えて真面目に働きました。一年に一度、7月7日の夜に会えることを楽しみにして、星さ